次がね、これ、めちゃくちゃ簡単だと思ったんですけど、そう。正答率が本当に低いんですよ。これ読め、14番、リスナーさん読みますか？ 14 番のさ、ポプレーションっていう、14番。これわからんよ。野田さんが、合ってる。この人合ってるじゃん。合ってますよ。兄ちゃんは。兄ちゃん合ってます。人工。相当基本パートですよ。人工って読むんだ、これ。ちなみに、これ、すごいことが起きたんですよ。何が起きたの？みどりさん、なんて答えました？俺、ポプラって読むんだけど、これ、ポプラじゃないの、14番って。野さんが、ポプラって答えました。え？なんで？これ、かぶ、かなんでこれ2人とも。いや、14番ポプラじゃない。俺も関係してないわ。なんでポプラ？なんでポプラって書いてある？ね、俺もポプラっていうイメージしかなかったからさ。ポプラ。やばいっすよ。怖い。なんでポプラなんですか、2人とも。気持ち悪いよ。双子じゃねえよ、この辺。双子じゃないですか。で、最後の問題は？最後の問題はそれかもしれないですけど、これ難しいです。状況とか。そういう意味ですね。このバカさ、シルクジャスティスって馬の名前書いてなくて、こいつ。じゃないですか。読めないですよ。心理テストじゃないんだから、適当に書けばいいと思うんじゃないですか。だってもうそれしかも。だってさ、サーカムさん、シルクジャスティスって書いてますか。